ご視聴いただき、ありがとうございます。福助です。パンダだよ。最近は土地が開発され、新しい建物だったり、高さのある建物がどんどん増えていくよね。その中で、新しい土地開発のために、掘削していたら、昔のものが発見されるということも、珍しくないんだよ。そういえば、東京 JR、高輪ゲートウェイ駅周辺で、出土した、高輪築堤跡、が、話題になっていたぞ。掘り進めていたら、遺跡や化石などの歴史的価値のあるものを、発見、なんてロマンあふれるよね。ということで今回は、勝手におすすめする、恐竜に、会える場所参戦。を発表していこうと思ってるんだ。日本でか？恐竜って大陸にいたんじゃないの？恐竜というと大陸を想像してしまいがちだけど、日本でも恐竜の化石が発掘された過去があるんだよ。そうなんだな。日本で恐竜に会えるとはワクワクするな。それではご覧ください。まずはじめは、福井県か、言わずと知れた恐竜都市だな。日本で発見された、福井ラプトル、福井サウルス、福井ティタン、名付けられている学名は、発見された福井県に由来しているんだよ。恐竜たちとは、どこで会えるんば？福井県立、恐竜、博物館や、勝山ディノパークがあるね。博物館の中で、復元模型や化石に会えるだけじゃなくて、運が良ければ、化石発掘体験でも出会えるかもしれないんだ。かつて日本固有の恐竜化石が、発掘された場所。まだまだ恐竜の化石がある可能性も、ってわけか。発掘したものが、解明に重要なものであれば、研究材料として提供する必要があるけど、シダ植物や貝などの、多くの化石で見られるものであれば、持って帰ることができるんだよ。思い出作りにも、お土産にも、持ってこいだな。次は、兵庫県、か。そう、兵庫県にも、丹波ティタニスという学名の、丹波地区で化石が発見された恐竜がいるんだよ。丹波？黒豆で聞いたことのある地名だな。その他にも、ヤマトサウルスが兵庫県で、発見されて、今年2021年の4月27日に、イギリスの学術雑誌で掲載されたんだよ。化石の発見は2004年らしいから、長い年月をかけて研究していたんだな。そんな兵庫県の恐竜スポットは、兵庫県立、人と自然の博物館や、丹波フィールドミュージアムなど、ヤマトサウルスの学術雑誌への掲載もあったから、恐竜について注目を浴びそうな、ホットな県だな。愛知県では、どんな恐竜が見つかったんだ？愛知県は、恐竜が見つかったわけではないんだけど、福助が大好きな、ノンホイパークがあるんだ。ノンホイパークってなんだ？豊橋総合動植物公園の、愛称で、動植物園の他に、遊園地や恐竜博物館もあるんだ。隠れた恐竜スポットってわけか。中学生まで入園料は100円だし、お弁当の持ち込みもできるし、ファミリーでお出かけするには、最高なんだよ。急に熱いな、キャラ的にも、冷静でいなきゃいけない立ち位置だろ。もとい、それくらい好きってことなんだ。
愛知県には、ノンホイパークの他にも、ディノアドベンチャー名古屋があるよ。愛知県だけじゃなくって、恐竜が発掘されていなくても、楽しめそうなところがありそうだな。なかなか主観に基づいた参戦だったな。そうだね。この参戦の他にも、北海道ではカムイサウルスが発見されていたり、他県でも恐竜の化石が発掘されていたり、恐竜にまつわる場所はまだまだたくさんあります。恐竜に会える場所がもっとあるかもしれないんだな。たくさん知りたいぜ。きっと動画をご覧になっている皆さんは物知りなのでコメント欄で教えてほしいです。それではご視聴ありがとうございました。